はい、さあ、1年です。今回はですね、今ね、まあ、GoTo キャンペーンで東京が追加されたということで、結構ね、まあ、予約が入ってたりとか、あと沖縄だけじゃなくてもね、全国的に各観光客の方々、どんどん予約入れてますよね。で、沖縄に関してなんですけれども、まあ、コロナの前っていうのはね、結構ね、まあ、いろんな形で交通手段ってあったと思うんですけど、もう密を避けようってなるとね、沖縄の場合ってもうレンタカーしかないんですよ。なので今日ちょっとね、レンタカーの話をしていこうかなと思います。はい、まあ皆さんね、あんまり知られてないっていうかね、まあ分かると思うんですけど、沖縄ってね、電車がないんですよ。電車がない、なので元々から観光するってなったらレンタカー借りるか観光バスか、まあ路線バス、それぐらいなんですよね。なのでまあ今回ね、多分密になるので観光バスに乗ってから観光しようとかっていうのは、まあ皆さんもちょっと懸念するだろうし、ちょっと遠慮っていうかね、するだろうし、観光バス側も多分ですぎゅうぎゅうには詰めないような形になるので、なのでまあそういった意味でも多分レンタカーのを借りてね、観光しようっていう人たち多分増えると思うんですよ。多分ほとんどじゃないかなと思うんで、なので今日ちょっとね、レンタカーの例えば沖縄独特の交通事情だったりとか注意点ねとか、まあこんなことあるよっていうのをね、簡単にお伝えできればなと思います。はい、で元々からね、ちょっとね、レンタカーっていうのは台数が少なかったんですよ。なので問題になってることがあって、那覇空港でね、4時間ぐらい受け取りに待たされるっていうことがすごいあったんですよ。これ去年ぐらいまでずっと話が出てたんですね。っていうのはインバウンドの方々がもうすごい増えて、まあ確かにちょっとね、通訳だったりとかそういうので時間がかかったっていうのも一つあるんですけど、やっぱり那覇空港に着いてからね、で着いてそこに、まあ、レンタカー屋さんからの送迎バスが来るんですよ。でそこにみんなで乗ってね、でそれで行ってで、レンタカーの受付して1台ずつ出ていくっていうようなやり方が、まあ、一般的なんですよね。なのでそうするとやっぱりまあみんな集まってまず送迎バス乗らんといけんし、行ってからもずっと待たされるってことで、かなりね、時間がもういっぱいの人たちが来てて、しかもインバウンドも来てってなると、英語も喋って中国も喋ってみたいな感じになってるんで、もう4時間とかね、待たされることもあってよっていうのでちょっと問題になってたんですよ。で台数も少ないとかね、対応するできる人も少ないとかいろいろあって問題になってたんですけど、今回からも多分ね、観光バスもある人いないんで、結構ね、レンタカーで取れない、予約取れないとかね、結構那覇空港で待つとかっていうのいろいろあると思うので、でまずね、一個おすすめなのは、予約時点で必ずね、受け取りは那覇空港で乗って送迎バス乗って行くんじゃなくて、受け取りはその現地で、現場のもう那覇市内ぐらいにありますから、レンタカー屋さんね、そのレンタカー屋さんに自分で直接行きますっていうことにした方が僕はいいと思います。はい、なんでかっていうとね、那覇空港だとモノレールも使えるし、タクシーも使えるんで、もうすぐね、ピュッと行ってでサインして、それで乗ってから行った方が絶対早いんですよ。なんですけど、ちょっとやっぱりね、移動引っかかったりとか、ちょっと土地勘もないか分からんやつさということで、みんなね、まあ、送迎バスでみんな乗っていきましょうっていうのがね、まあ一般的だとは思うんですけど、もうね、那覇市内に絶対ありますし、モノレールの県内でありますから、近いですからね。で、あとはまあタクシーでもね、せいぜいね、1000円前後ぐらいですよ。なので、まあちょっとね、確か1000円ももったいないとか、いろいろあると思うんですけど、それぐらいでね、4時間とか待つぐらいだったらね、それぐらい払った方が僕はいいんじゃないかなと思うので、まず一つ目はね、受け取り自体は那覇空港にしないっていうのをね、ちょっと注意してみてほしいなと思います。予約時ですよ。予約時にね。多分予約して後からでもね、できますから。うん、これはね、多分ね、せっかくの沖縄旅行の中で4時間とか待ってたらちょっとね、大変なので、ぜひおすすめしたいなと思います。はい。で、こっからはね、沖縄独特の、まあ、交通事情、レンタカー乗ってる時の話なんですけど、まず一つ目がね、僕のね、違う動画でも話してるんですけれども、沖縄ってね、結構広いんですよ。なので、自分でね、全部運転するっていう形になれば、必ずエリアごとに回ってくださいね。というのも、結構観光地がバラバラになってるんで、高速も真ん中通ってるしね、見たらね、結構近いのかなって思うんですけど、遠いんですよ、結構。那覇から美ら海水族館までって言ったら、本当に3時間から4時間かかるんですね。なので、必ずエリアごとに分けてね、観光してほしいなっていうのが一つと、あともう一つ特殊なね、事情っていうのは、沖縄のね、人、もちろん運転してますよね、県内の人たちが。で、もう一つ、まあ、外国人とか観光客の人たちが運転してますよね。で、もう一個が、米軍関係者も運転してるんですよ。で、Y ナンバーって言ってね、わかるんですけど、ナンバーが Y になってるんですよ。わーなんて言ったら、わーだったらレンタカー、今レーになってるのかな。なんで、レンタカーってわかりますよね。ですけど、普通の県民はあーとかね、いいとかになってます。だけど、ナンバーがね、Y って書かれてる、まあ、A とかね、
ってなってる人たちがいて、これはね、あの米軍関係者の人たちの車なんですね。なのでこの方々ともし仮にですよ、事故したりとかしたら、あの米軍の中からパトカーが来るんですね。だから結構大変なんですよ。だからここがあってね、結構注意した方がいいなと思います。これ1個目ですね、注意するべきところの1個目です。はい、これは米軍関係者 Y ナンバーとかと事故起こさないようにちょっとね、安全運転にした方がいいよっていうのがあるんですね。でそうすると、まあやっぱりね、面積はね結構入ってた方がいいかなと思います。うん、めんどくさいんでね、ワーナン結構走ってますからね、ワーナンね。はい、であともう一つが、あの高速道路の制限スピードが80キロなんですよ。で、まあ、県外だったら大体100キロですよね、多分。なんですけど沖縄は80キロです。80キロ、100キロでね飛ばしてたら下手したら捕まりますからね。これ気をつけてください。これ多分沖縄だけなんじゃないかなと思うんですけど、それは結構特殊なのでね。うん、であとはもう一個ね、まあ、注意点って言ったらあれなんですけど、信号とかが少ないっていうのは、まあ、中道だったりとかっていうのを回ったりとかすると結構信号が少なかったりとかするので、一時停止とかね見逃して事故するっていうことね、結構あるっていうのをね、新聞でねよく見たことあるのでね、レンタカーの方もね。なのでぜひ、ね、そこはね気をつけてほしいなと思いますね。はい、で最後にね、注意してほしいところなんですけれども、バスレーンっていうのがあります。バスレーン、これ、まあ、多分県内にも一応ありはするんですけど、沖縄の場合はあの観光地のところでもバスレーンがあるんで、結構これで切られてる人多いです。何かっていうとね、朝のね7時半から9時までと夕方の5時半から7時までで決まってる、この時間帯が決められた道路、まあ、大体ね58号線の、まあ、浦添あたりから那覇までって、まあ、これ、ね、ちゃんと書かれてるんですけれども、ここのこの決められたバスレーンっていうところを走っちゃダメなんですよ。バス専用レーンなので、ここをこの時間帯に走ってしまうと切られてしまうんですね。だからこれ分からないで、あれこれ空いてるなと思ってね、僕なんかでも間違うんですけど、あれこれ空いてるなと思って、あの一番ねバスレーンなんで一番左車線なんですけど、走っていったらそのまま警察に止められて切られるっていうのがあるのでね、これ絶対注意してくださいね、バスレーン、うん、まあ時間帯さえねずれれば全然問題ないので、朝の7時半から9時と5時、あの夕方の5時半から7時ね、この時間帯のバスレーンってちゃんと書かれてますから、緑色になってる、左が58号線のね、左側ね一番左車線の緑色になってる、道路でバスレーンって書かれてたら絶対注意してくださいね。これで切られるの結構多いですからね。はい、でこれは マジで気をつけた方がいいと思います、うん、はい、という形ですね。はい、で最後にね、台風とかねそういった時っていうのは絶対もう諦めて、もう基本的にはね、台風が来たりとかしたら絶対運転しないというような形にしてくださいね。風が強いとかね、あとはあともう一個ね、沖縄のね道路ってね滑りやすくなってるんですよ。これなんでかって言ったら琉球石灰岩っていうね、石を使ってるのでスリップしやすくなってます。だから台風の時ももちろんそうなんですけど、大雨降りますよね、ゲリラ豪雨みたいな。一瞬なんて言うんだろう、沖縄の場合だと傾いて言いますけど、さっきまでデジ晴れてたのにいきなりね豪雨になるっていう、でまた晴れるみたいな、そんな時ってこの琉球石灰岩のアスファルトね、ここがすごい滑りやすくなるんですよ。しかも県外より滑りやすいんで、これ絶対注意してください、ね、これは台風の時も注意ですけど、これは雨ね、雨の時はすごい注意してください、うん、いつものように運転してるとブレーキかかりにくいとかスリップするっていうことね多いので、ぜひここは気をつけてほしいなと思います。はい、まあ今回ね以上ですね。一応ね、レンタカーはね絶対に多分必須になってくると思うので、その話ちょっとさせてもらったんですけど、今ねレンタカー込みでね多分パックで取ったりとかすることもあるので、一応注意とかねいろいろ受けるとは思うんですけれども、さっきあったね滑りやすいよとか、あとYナンバーとの注意とかね、そういったのってあんまりねレンタカー屋さんでも言われないのでね、なのでぜひね今回の動画も参考にしてもらって、来る時にはね楽しい旅にしてもらえればなと思います。はい、じゃあ今日は以上です。また明日動画配信しますので、ぜひ見てみてくださいね。以上です。